しぶりやな、タオニール。今すぐ出したるからな、ハンマ。よし、これで自由やで、タオニール。今日はどこ行く？私だ。私は妖怪タオルクワエ。今回はあいつすぐ出てきましたね。私がこの体に宿ることをアルファとするならば、この体と融合する。今度は噛みましたね。せっかくあえて突っ込まずに最後まで言わせてあげようとしたのに。今日は人間の邪魔もないような。マイペースかよ。ならば私の計画を一段階前に進めるとしよう。なんですね、計画って。その濁り切りためで私の崇高たる計画の一端をとくと見るがいい。どうでもいいけど、手短にお願いしますね。こっち。いや、やっぱりこっち。角がいいのだが、尻がもう一度。縦列駐車に苦戦する車か。接触上等で強引に行きましたね。まあまあ、こんなものか。もたもたと。早くしてくれます？耳忙しいですね。そうせくでない。計画を成功に導くには入念な準備が必要なのだ。どうもしっくりこんな。早送りすると取り出てきますね。ペットショップの音ですね。よし、準備は整った。そこのハゲ人間と罵声の猫よ、とくと見るがよい。ん？やっぱ違う。こうか、それともこう。お？あ？いや違う。違うかい。これなら。かけましたね。どうも体勢が。噛むとこ間違えてんじゃん。もうちょっと先を噛まないと。うまくできへんやろ。黙れ人間。聞いてる？できておる。無理から持っていきましたね。できてんの？俺できておるわ。今度こそ準備は整えた。さあとくと見よ。ま、倍速にしますけどね。横からも見よ。やめて。やめぬ。こちら側からも見よ。さらに後ろからも見よ。最後は正面である。頼んでもないのに一周しましたね。このチャンネルのことならどうでもよいのだ。崇高なる計画を遂行するのみ。立ち上がりましたね。まだ終わらないだと。
ですにゃ。そこのおでこ地球人とおでこ猫、さっきからまあまあ失礼ですにゃ。こいつ、私の計画いや目的が知りたくてうずうずしているのではないか。いや別に。ならば教えてやろう。いい、結構です。私の目的とは、このタオルを増殖させることにある。なんか地球出てきましたね。このタオルを増殖させ、そのタオルを一家に一枚なら工場で生産してもらってくださいね。いや、今回に限り同じものをさらに2枚お配りして、テレビショッピングのだったら一つでいいからもっと安くせえやってパターンのやつ。やがて地球をこのタオルで埋め尽くすのだ。なんなら地球を丸ごとこのタオルにするのだ。ここに地球規模の壮大なバカ妖怪がいましたね。さあ、まだまだこれからぞな、もし。てか父ちゃん、君たちいつまでこれ見せられてるんすね。もうアホな目的も発表されたから倍速にしてくださいね。宇宙ロボみたいな。ちょっと何言ってんのか分かりませんね。寝ながらもやれるのね。そういえば猫が横になって交尾するのあまり見たことないですよね。ピコピコさせないの。どこ見てんの。タオルの未来だ。妖怪の未来じゃないんかい。何そのタオルの情熱。それにしても、今日偉い長いな。ですね。優しくしてあげて。ひどい男ですね。長いな今日。耳飽きてきましたね。ゴロゴロ言ってるやん。いやだからどこ見てんの。常に明日を見ている。明後日あたり、そう、さらに先を。いや、見てるってなったら見当違いってことですね。タオルかぶったな。タオルに当たっちゃダメですね。長っ。めっちゃ長いやん。もうええんちゃう、そろそろ。もう無限にやってますね。もはやどれだけの人がここまで残って見てくれているのか。よし、
これで7枚は戦う。ん？何や？なんかムズムズしてる。また？やっと終わりましたね。何これ、めっちゃムズムズすんで。やだ怖い。大丈夫ですね。理由は後で男同士父ちゃんに聞けばいいですね。父ちゃん、これなんな。ほら、今はダメ。てか、あいつ最後に7枚ゾウとか言ってましたが、ただのタオルだし。そもそもモコのニャン玉は空っぽですね。って、あれ？タオニール？なんでこんなところに。満足した？満足？え？何のことだかさっぱり。おや？なんか記憶がすっぽり抜けてもうてんねんな。おい、どこへ行く？いや、なんかお腹すいたなぁ思って。くる、待て。記憶がないふりして、カナダカカカシコをよけみによけみよけみしようとさせるんだった。動画をご覧いただきありがとうございましたね。この動画が思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お待ちしております。